先日いきなり10万円が手に入りました。そしたら次に60万円が振り込まれました。その前の10万円とは関係ないお金です。どちらもただ遊んでただけなのにもらえたお金でした。そして今後はずっと毎月働かなくて済むほどの金額の不労所得を得られるようになりました。すでにあるが突然腑に落ちてから2週間も経っていませんが、いくつかある願望の一つ、お金が欲しいがスルスルと減少化しました。疑り深い僕、エゴのためにわざわざ別の領域、本当の自分、ハイヤーセルフ、宇宙、神、エトセトラがダメ押しのように何度も分割して引き寄せてくれたんだと思います。不安感が木っ端みじんになってからは毎日面白いことや不思議なことが起こっています。すでにありました。まさに完璧です。誰でも本当の自分は幸福がデフォルト、幸せで豊かで何でも持ってます。でも僕はエゴの眼鏡をかけていたから何も見えないままこれまで生きてきました。で、なるほどさんが会の方がうまくいく流れであると書かれてたことは真実ですね。これまで読んだまとめの他の達人さんたちも、充足を見ろ、会になれ、今幸せになれと何度も何度も言っていました。以前の僕、エゴと一体化してた時は減少化してないのに楽しい気持ちになれるわけないよ、それって単なる自己啓発系のポジティブシンキングじゃん、今でも十分恵まれてるんだからそれで満足してろってこと、アフリカの飢えた人よりご飯食べられるんだから幸せだと思えってこと、贅沢言うなってこと、願望かなってないのにふざけんなってかなりイライラしてました。これ全部エゴの嘘、勘違いでしたね。安心していること、信じること、楽しい気持ちであり続けることが何より大切なんですね。そうしたら怒涛のように充足が押し寄せてきました。僕の認識は毎日変更していて、日々新しい気づきがあります。なるほどさんのおっしゃる通り、ぼーっとしてると、はって気づきます。認識の変更って何段階もあるんですね。まだまだほんの入り口に立ったところです。これまでも本当は毎日が願望実現の連続だったのに、すっかりエゴに騙されてました。僕の認識はこれからもオートマチックでどんどん変更されて、より深く気づくことができると確信しています。他の願望も今後どんどん叶っていくと思います。というかすでに叶ってます。でもこれからは別の領域に全部丸投げしようかな。エゴとしての自分ごときには思いもよらない最善最良を自動で持ってきてくれるからです。ひょっとすると現実的な行動イコール努力すること、苦労すること、疲れることという固定観念がありませんか。こんなくだらない考え捨てちゃいましょう。どうせエゴの嘘なので。お金は苦労して働いて稼ぐなどの常識的な方法で手に入るだけでなく、本当に思いもよらない意外なところからやってくることもあるんです。僕もただブラブラ遊んでただけで何の努力も苦労もしなかったのに大金が転がり込みました。コッパみじんさんすげえ。すでにある野域に到達するコツなどはありますか。金はすでにあると思い込んでもすぐに、でも現実は全然ねえじゃん
給料も少ねえじゃん。デイゴからツッコミが入ってしまう。最初、僕はなるほどさんが何を言ってるのかさっぱり理解できませんでした。でもある日、もう一度読み返してみると、突然雷に打たれたように分かったんです。その瞬間、もう毎日苦しまなくて済むんだ、と安堵感と安心感で涙が止まりませんでした。でも以前の僕の書き込みにあるように、なぜすでにあるが分かったのか自分でもよく分からなかったんです。願望は全然減少化していなかったし、願望に関する前兆やシンクロには気がつきませんでした。だからあまりに毎日が辛すぎて、とうとう気が狂って脳内お花畑になってしまったのかなとも思いました。どうしてこんなわけのわからない分かり方になったのか不思議だったのですが、よくよく考えてみると、以前パンツのゴムさんという達人さんのまとめを読んで、僕もこんな風にスパーンといきなり180度認識が変更したらいいなぁと意図していたからだと気づきました。実に見事に意図が減少化していました。別の領域、忠実すぎる。すでにあるがわかる方法は、僕のようにある日突然論理的に理解不能なままわかる人、メソッドをコツコツと続けて徐々に体感的にわかる人、達人さんたちのまとめを読み込んで理論構築してわかる人など、いろんなパターンがあると思います。でもメソッドやきっかけ、方法は何でもいいんです。ルートは別々でもみんな同じところへたどり着きます。どんなきっかけでわかるのかは僕には予測できませんが、こんな風にすでにあるがわかるようになりたいなと意図した方法で現象化する、すでにあるがわかると思います。意図を撤回しなければ遅かれ早かれ、なるほどと分かる日が来ます。分からないって思っているのはエゴの嘘です。本当のあなたはもうすでに分かってますよ。あと、でも現実は全然ねえじゃん、給料も少ねえじゃん、というエゴのツッコミは大チャンスですよ。不満、イライラ、ムカつきなどネガティブな思考は 100% エゴからのものです。全部嘘です。だから普段から自分の思考に気をつけていて、それにはっと気づいたら、はい、またエゴっちの嘘来ました、やかましいわ、エゴ太郎は黙っとれ、エゴスケの野郎、たくつまんねえ嘘つきやがってよと華麗にスルーしてみてください。ちなみに充足を見ようとしている時にエゴが繰り返し言ってくる常套句は、でも願望は減少化してないよねです。せっかくささやかでも楽しい気持ちになっているのに、これでしょんぼりして取り下げちゃう人が多いのではないかな。はいはい、またかよ、うるせえな、でスルー推奨です。ご視聴いただきありがとうございました。さらに学びたい方は概要欄もご覧ください。